レッスン1旅行計画のヒントこんにちは。アンナ、私は外国への旅行を計画することを考えています。何かアドバイスはありますかこんにちは。ワクワクしますね。もちろん、旅行をスムーズに進めるためのヒントをいくつかご紹介します。素晴らしい。外国への旅行を計画するとき、 どこから始めればいいですかまず目的地を調べて文化習慣必要な旅行書類に関する情報を収集しますそれは理にかなっています新しい国を訪れる前に準備をし情報を得ることが重要です絶対にビザが必要かどうかを確認し パスポートが滞在予定日から少なくとも6か月間有効であることを確認してください。良い点です。ビザの要件を必ず確認して、必要ならパスポートを更新します。また、訪れるのに最適な時期を選ぶときは、天気、地元の祝日、観光シーズンのピークを考慮してください。 それはいい考えだ、楽しい体験をして、大勢の人混みを避けたいです。宿泊施設に関しては、ホテル、ホステル、バケーションレンタルなどのさまざまなオプションを比較して、予算と好みに最適なものを見つけてください。それは絶対に考慮に入れるよ、自分のニーズに合った。 快適な滞在ができる宿泊施設を見つけることが大切です現地通貨と為替レートを確認し旅行プランについて銀行またはクレジットカード会社に通知することを忘れないでください正しい手元に現地通貨があることを確認して海外で自分の資金にアクセスする方法を知っている必要があります また、現地の言葉でいくつかの基本的なフレーズを学ぶのも良い考えです。地元の人とのコミュニケーションには大いに役立ちます。役に立つフレーズを覚えるように頑張ります。敬意を示し、地元の人々とつながる努力をするのはいつでもいいことです。絶対に。また、トラベルアダプター、ユニバーサルプラグ、 必要な薬などの必需品を忘れずに梱包してください良い点です旅行中に適切なアダプターや重要な薬がないと捕まりたくありません最後に必見のアトラクションとアクティビティのリストを作成しますが自発性と探索の余地も残してください それは素晴らしいヒントです。計画を立てることは良いことですが、新しい経験や予期せぬ発見を受け入れることも大切です。まさに、旅行は視野を広げ、生涯の思い出を作る素晴らしい機会です。すべてのアドバイスに感謝します。これらのヒントは、私が旅行を成功させるのに間違いなく役立ちます。 レッスン2荷物の紛失に関する問題こんにちはアンナ私が空港に着いたときに何が起こったと思いますかカルーセルにバッグが表示されませんでしたああいやそれは残念だ荷物をなくすのはかなりストレスになる何をしたんですかさて 私はすぐに航空会社のカスタマーサービスカウンターに行き、紛失したバッグを報告しました。それは正しいことだった。荷物の追跡や、必要なサポートを提供してくれます。彼らは私のバッグの詳細をすべて書き留め、後でその状態を確認するための参照番号を教えてくれました。その紹介番号を、 安全に保つことは不可欠です紛失した手荷物の追跡をする際に役立ちます間違いなく彼らは私のバッグをできるだけ早く見つけて届けるように最善を尽くすと私に保証してくれましたそれは心強いですね次に何をすべきかについての指示や情報は与えられましたか はい、バッグがなくなったため、購入する必要のある必需品の領収書をすべて保管するようにアドバイスされました。これらの必要経費の払い戻しを受ける資格がある可能性があるため、これは重要です。正しい、また、オンライン追跡システムを定期的にチェックして、バッグの所在の最新情報を確認すべきだとも言われました。 積極的に行動し、常に最新情報を入手しておくのは良いことです。追跡システムをチェックすることで、最新の情報が得られます。追跡システムを毎日チェックしていますが、今のところバックの更新はありません。バックが見つかって配達されるまでに少し時間がかかる場合があります。辛抱強くフォローアップを続けてください。 わかりました。荷物をなくすのはイライラするかもしれないが、私は辛抱強く希望を持ち続けるつもりだ。それまでの間、トイレタリーや着替えなどの必需品を必ず用意してください。それは良い提案です。カバンが見つかるまでの生活必需品はすでにいくつか購入している。 また、荷物の紛失や遅延をカバーする旅行保険に加入することもお勧めします。これは、今後の旅行で必ず検討したいことです。このような状況でも安心できます。絶対に旅行保険は、特に不足の事態が発生した場合に貴重な投資となります。 バッグがすぐに見つかることを期待していますが、今後の旅行に備えてこれらのヒントを心に留めておきます。私もそう願っています。荷物を紛失するのは面倒ですが、旅行体験を損なわないようにしましょう。ありがとうございます。あなたのアドバイスとサポートは大きな意味があります。感謝しています。 レッスン3「未来を受け入れる」アンナさんこんにちはこのチャンスは私たちを新しいミレニアムの新しい世紀の端にいるだけでなく明るい未来の端にも連れて行ってくれましたこんにちはジョンその通りです私たちは無限の可能性に満ちたエキサイティングな時代に生きています将来についてどう思いますか テクノロジーの進歩は、想像を絶する形で私たちの生活を形作ると思います。スリル満点でもあり、少し気が遠くなることもあります。絶対に、人工知能、再生可能エネルギー、宇宙探査などの分野で急速な進歩が見られます。これらのイノベーションが、コミュニケーションから持続可能性まで、 私たちの生活のさまざまな側面にどのように革命をもたらすことができるかは興味深いことです。デジタル時代は、これまで想像もできなかった方法で私たちを結びつけてきました。私たちはかつてないほどグローバルに相互につながっています。それは本当です。数回クリックするだけで、世界中のさまざまな地域の人々とつながり、アイデアを交換することができます。 そして、自動化とロボット工学の対等により、私たちの職場は変化し、新たな機会と課題を生み出しています。自動化はプロセスを合理化し、効率を高めることができますが、雇用の将来についての疑問も生じます。確かに、新しいスキルと適応性がますます重要になるにつれて、雇用市場には変化が起こるでしょう。 急速に進化する世界で重要な存在であり続けるためには障害学習が不可欠です私たちは継続的な成長と改善を受け入れなければなりません絶対に重要なのはオープンマインドで順応性があり障害を通じて新しい知識やスキルを積極的に習得することです技術の進歩と並んで 持続可能性と環境管理がより重視されるようになると思いますそれは将来の重要な側面です私たちは将来の世代のためにより環境に優しくより持続可能な地球を目指して努力しなければなりませんまさに私たちが今日行う選択は私たちが子供や孫に引き継ぐ世界を形作ります 環境保護、再生可能エネルギー、環境に優しい取り組みに対する意識と取り組みが高まっているのを見るのは刺激的です。私たちの共同行動が、人々と地球の両方にとって、より持続可能で調和の取れた未来につながることを期待しています。私も、正しい考え方と行動があれば、ポジティブな影響を与え、より良い世界を作ることができます。 未来は計り知れない可能性を秘めており、楽観主義、回復力、責任感を持ってそれを受け入れるかどうかは私たち次第です。よく言った、これから待ち受ける機会を受け入れ、より明るい未来を形作るために一緒に働きましょう。絶対に、力を合わせれば、違いを生むことができます。無限の可能性に満ちたエキサイティングな未来へ。 レッスン4アクティブボディアクティブマインドねえアンナアクティブでいながらワークアウトや物事を面白く保つ方法について話し合ってみませんかこんにちはジョンそれは計画のようですね常に新しいエクササイズ方法を模索し集中力を保ちたいと思っています素晴らしい目標を設定することで モチベーションを維持できます特定のフィットネス目標について考えたことはありますか絶対に持久力と柔軟性を向上させることを目指していますあなたはどうどんな目標を達成したいですか体力をつけて総合的なフィットネスに取り組んでいきたいです一緒に挑戦し 上達していきましょう。計画のように聞こえます。物事を面白くするために、様々なトレーニングルーチンを試すことができます。有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせてみてはいかがですかそれは素晴らしいアイデアです。ランニング、サイクリング、水泳などのアクティビティを体重運動やウェイトリフティングと組み込むことができます。 多様性が鍵です。ヨガピラティスダンストレーニングなど他のオプションを試してフィットネスルーチンをエキサイティングに保つこともできます絶対に新しいアクティビティに挑戦することはモチベーションを維持するだけでなく私たちが最も楽しんでいることを発見するのにも役立ちますそして休息と回復の重要性を忘れないでください 体に癒しと活力を取り戻す時間を与えることは不可欠ですあなたの言うとおりだ休息日は運動日と同じくらい重要です筋肉を回復させオーバートレーニングを防ぎます運動以外にも心をアクティブに保つことにも焦点を当てるべきですメンタルエクササイズやチャレンジは有益な場合があります 間違いないパズル、読書、新しいスキルの習得などのアクティビティに従事することは心を研ぎ澄まし認知能力を高めるのに役立ちます私たちの心身の健康がどのように相互に関連しているかは興味深いことです両方のケアをすることは全体的な健康にとって不可欠です絶対にフィットネスとメンタルヘルスを優先すると エネルギーレベルが向上し幸福感が高まりますそしてポジティブな考え方の力を忘れないようにしましょう熱意を持ってワークアウトに取り組むと想像以上に多くのことを達成できます全くその通りだポジティブなマインドセットはフィットネスの旅と人生全体に大きな違いをもたらします それではいくつかの目標を設定しワークアウトを多様化しアクティブなライフスタイルを送ることに専念しましょう計画のようですね決意と一貫性があればフィットネスの目標を達成しその道のりを楽しむことができます絶対にモチベーションを保ち自分自身に挑戦し アクティブな身体とアクティブな心からの報酬を受け取りましょう。よく言った、健康的で充実したフィットネスの旅へ、一歩一歩を大切にしましょう。レッスン5願いの力ねえ、アンナ、三つの願いがあったら何を願うか考えたことはありますか こんにちはジョンそれは興味深い質問です三つ目の願いには何を選べばいいんだろうとよく思うそれは難しい決断だ同感です三つ目の願いを選ぶのは難しいかもしれませんなぜならあなたはすでに二つの最も重要な願望を満たしているからですまさにそれは計り知れない喜びをもたらしたり 大きな影響を与えたりするるよよううななももののを見つけるようなものですすでに2つの願いが叶っているなら3つ目の願いを世界平和のような大きなものに使うことを考えてみるかもしれませんそれは崇高な願いだ世界に調和と団結をもたらすという考えは本当に素晴らしいですありがとうございますこれは。 世界中の人々の生活に深遠で永続的な影響を与えたいという願いですもし私の2つの願いが叶えられれば1つは個人的な充足のためもう1つは他人の幸福のためであり第三の願いは無限の知識を求めることでしょうそれは魅力的な選択です無限の知識があれば数え切れないほどの理解の扉を開き社会の改善に貢献することができます 絶対に、知識は進歩、革新、前向きな変化への道を開く強力なツールですそんな願いから生まれる可能性を想像するなんて信じられません知識への渇望は悪なきものです確かに、新しい知識の領域を学び、探求することは 果てしなく豊かな旅となるでしょう私たち二人が三つ目の願いを叶えれば世界平和への願望と無限の知識を組み合わせてより明るい未来を創造することができますそれは素晴らしい考えです力を合わせれば理解を深めながら平和な世界に向けて取り組むことができます 想像の領域であっても、願いが変化をもたらし、前向きな行動を促したいという私たちの願望を刺激できることは驚くべきことです。絶対に、願いには希望に火をつけ、創造性を刺激し、不可能と思われる以上の夢を見るように私たちを励ます力があります。ですから、願いを叶えてくれる魔人がいなくても、 ポジティブな影響を与えるために自分の中に秘められている力を忘れないようにしましょうよく言った私たちの行動、選択、願望は私たちを取り巻く世界を形作ることができますすべての願いを叶えるよう努力しましょう確かに私たちの願いを現実のものと比喩的なものの両方で 私たち自身と次の世代のためにより良い未来を創造しましょう「レッスン6トレジャーハンティング」「ねえアンナ宝探しに夢中だって聞いたよワクワクしそうだねこんにちははい隠された宝物を探検したりするのが好きです」「スリル満点の趣味です」 それは魅力的だ。私も気になっていました。普段、宝探しはどこに行きますかビーチ、森、古い史跡など、さまざまな場所を探索しています。何が見つかるかわからない。冒険物語のように、現実の宝探しに出かけるようなものでなければなりません。 絶対に何か価値のあるものを発見できることへの期待と可能性は爽快ですこれまでに仮で注目すべき宝物を見つけたことはありますか古いコイン、アンティークジュエリー、さらには古代の陶器の破片など興味深いアーティファクトに出くわしました それはすごい。歴史の断片を発掘し過去を垣間見るようなものですまさにそれぞれの発見は物語を語り世界とその豊かな遺産についての理解を深めます興味をそそられます宝探しをやってみようかな私のような初心者に何かアドバイスはありますか 承知しましたまず探検する予定の地域の歴史を調べることから始めましょう潜在的な宝スポットを特定するのに役立ちますそれは良い点ですまた金属探知機や優れたツールセットなど必要不可欠な機器にも投資します素晴らしいアイデアですまた水スナック その他の他必要な物資が入ったバックパックを忘れずに持参してくださいそうしますそして私が宝探しに参加すればメモを比較したり助けあったりできます絶対にこの冒険にパートナーがいると楽しいでしょう私たちは知識と経験を共有することができます楽しみです 近々宝探しを計画して、どんな隠された宝石を発見できるか見てみよう。レッスン7リクエストレターアシスタンスねえ、アンナ、お願いがあるんだけど、今夜、リクエストレターを作るのを手伝ってくれるこんにちは。もちろん、喜んでお手伝いします。 何か助けが必要なことはありますか今後のプロジェクトに追加の資金を要求する手紙を書く必要があります。これはとても重要です。わかりました。説得力のあるリクエストレターを書くことはとても重要です。その際は私が必ずお手伝いできます。それは素晴らしいことです。 その手紙がプロジェクトの重要性と利益を効果的に伝えているか確認したいのです絶対にまず重要なポイントを解説し明確かつ論理的な方法で整理することから始めますそれは理にかなっています私たちの要求を裏付ける強い主張をして裏付けとなる証拠を提供したいと思っています プロフェッショナルで説得力のあるものになるように、レターの言語と構造についてお手伝いします。ありがとうございます。あなたの文章の専門知識は間違いなく違いを生むでしょう。光栄です。私はいつもあなたをサポートし、あなたが目標を達成するのを助けるためにここにいます。それはありがたいです。 説得力がありインパクトのあるリクエストレターを一緒に作りましょう同意したプロジェクトの潜在的なメリットとポジティブな成果を必ず強調しますそれがまさに私が目指していることですあなたの助けがあれば説得力のある主張ができると確信しています素晴らしい。 今夜作業してできるだけ早く手紙を送れるようにするつもりです改めてありがとうございますあなたの援助は私にとって大きな意味がありますレッスン8履き心地の良い靴ねえアンナサポート力を高めるためにクッション入りのインソールがついている靴があることに気づきましたか こんにちは。ははい、彼らはそうします。足に快適さとサポートが加わる素晴らしい機能ですそれは素晴らしいですねおしゃれなだけじゃなくて履き心地もいい靴を探していました絶対に特に長時間立っている場合は快適な靴が大きな違いを生む可能性があります 同感です。足のケアと適切なサポートをすることが大切です。間違いなく、クッション性のあるインソールを備えた靴は、衝撃を吸収し、足や関節への負担を軽減するのに役立ちます。それこそまさに私が必要としていることです。履き心地の良い靴を提供しているブランドについて何かアドバイスはありますか ナイキ、アディダス、スケッチャーズ、ニューバランスなど、履き心地の良い靴で知られるブランドがいくつかあります。調べてみるよ、スタイルと快適さの両方を優先したオプションがあるのは良いことです。絶対に、靴を選ぶときは、ファッションと機能性の適切なバランスを見つけることが重要です。 これ以上は同意できませんでした。見栄えが良いだけでなく、足に心地よい靴が欲しい。快適さを常に優先すべきです。サポート力が高くクッション性のある靴を選んだことで、足が喜ぶでしょう。これらのオプションを検討できることにワクワクしています。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。 手伝えてよかった。忘れずに試着し、歩き回って完璧にフィットするようにしてください。それを心に留めておきます。一歩一歩が楽しくなる。スタイリッシュで履き心地の良い靴を見つけることです。レッスン9気化パズルねえ、あんな、気化学のパズルがあるよ。 解けるか見てみよう「こんにちは私は良いパズルが大好きです挑戦する覚悟はできているパズルの内容は長さ 40mm 幅 20mm の長方形のベースがあります」よしわかった次の情報は何だ オブジェクトの高さは30ミリメートルです。さて、ここからが謎です。30ミ、mm、リ辺を高さとみなせるでしょうか興味深い質問です。ちょっと考えさせてください。時間をかけてください。あなたの考えを聞きたいです。寸法を考えた後、 私はノ、NO、ーと答えます30ミ、mm、リ辺は高さとは言えませんその通りだパズルを解いたねその理由を説明していただけますか確かに長方形のプリズムでは通常高さは底面に対して垂直な寸法とみなされますこの場合 30ミリの辺は高さではなく長さまたは幅と一致します。まさに、よくやった。君は気化学をよく理解している。ありがとうございます。論理的思考や空間認識に挑戦するパズルが好きです。 非科学がこれらの興味深いパズルを解く方法を教えてくれるのは興味深いことです。絶対に、心を鍛え、形と空間の原理を探求するのに最適な方法です。パズルを楽しんでくれて嬉しいです。今後はもっとやりがいのあるものを考えないといけません。楽しみです。 私はいつも精神的に良いトレーニングをしたいと思っている。素晴らしい。素晴らしい仕事を続けてください。君の問題解決能力は素晴らしい。第10回イスラム社会における権力のダイナミクスアンナさん、こんにちは。現在イスラム社会を支配し、 抑圧している政治的・主催的な権力構造について考えたことはありますかこんにちは、ジョン、はい、興味深いトピックですイスラム社会における権力のダイナミクスはガバナンスと社会の進歩に大きな影響を与えます絶対に少数の人々の手に権力が集中すると民主的プロセスが妨げられ 個人の自由が制限される可能性がありますそれは本当です説明責任を果たし権力の乱用を防ぐためにはチェックバランスを取ることが重要です完全に同意します透明性と法設性を促進する制度はより公平で豊かな社会につながります 間違いなく、権力が独占されると、しばしば疎外化や反対意見の沈黙につながります。それは妥当な点です。多様な視点を聞き、尊重できる環境を育むことが重要です。はい、対話を奨励し、オープンマインドな文化を育むことは、 障壁を打ち破り進歩を促進するのに役立ちますこれ以上は同意できませんでしたイスラム社会にとって多元主義を受け入れ多様なコミュニティの豊かさを受け入れることは不可欠です絶対に多様性を受け入れることは社会的結束と共通の課題に対する革新的な解決策の開発につながります よく言った、政治指導者と宗教指導者の両方が、地域社会の最善の利益に奉仕する責任があることを認識することが重要です。これ以上は同意できませんでした。リーダーは、個人の利益やコントロールよりも、人々の幸福とエンパワーメントを優先すべきです。これは重要な違いです。リーダーシップは、 より大きな利益と前向きな変化を促進することに焦点を当てるべきです間違いなくイスラム社会には知的文化的貢献の豊かな歴史があり個人に力を与えることでその潜在能力を最大限に引き出すことができます完全に同意します教育批判的思考個人の権利を大切にする社会を育むことで 私たちはより明るるい未来を想像すす。ことができますはい、現状に挑戦し、すべての構成員に力を与えるインクルーシブな社会の構築に向けて取り組むことが不可欠です。絶対に力を合わせれば、前向きな変化を促進し、ムスリム社会にとってより公平で活気に満ちた未来を想像することができます。 よく言った、今後も有意義な対話を続け、進歩と社会変革のための継続的な対話に貢献していきましょう。これ以上うまく言えなかったよ、エンパワーメントを促進し、多様性を受け入れ、平等と正義の未来に向けて取り組むことを目指しています。乾杯 レッスン11エキサイティングな発見アンナさんこんにちは地元の市場を探索して素晴らしい一日を過ごしました何か面白い発見はありましたかねえジョンそれは素晴らしいはい今まで食べたことのない新鮮な果物や野菜を見つけましたとてもワクワクしましたああ それは興味をそそられるね。新しい果物や野菜を試すのは楽しい冒険になり得ます。どんな発見がありましたかさて、鮮やかなピンク色で独特の食感のドラゴンフルーツに出会いました。毎日目にするものではない。ドラゴンフルーツ。聞いたことはあるけど味わったことはない。 その味をどう説明しますかマイルドで甘い味わいです。キウイに似ているが、少しピリッとした味わいではないという人もいます。食感は滑らかで、小さな黒い種が入っています。それは魅力的に聞こえます。ドラゴンフルーツは絶対食べてみるよ。他にどんな面白い果物を見つけましたか 柿も見つけました。オレンジ色が美しく、蜂蜜のような甘みがあります。とても爽やかです。柿は気持ちいいですね。リストに追加するよ。探検中にユニークな野菜に出会ったことはありますかはい、ロマネスコのブロッコリーに出くわしました。 フラクタルのような模様の魅惑的な野菜です。味は普通のブロッコリーに似ていますが、少しナッツのような風味があります。ロマネスコブロッコリーそれは見るべき光景に違いない。次回は目が離せません。他に気になる野菜は見つかりましたか コールラビも発見しました。生でも調理でも食べられる万能野菜です。パリッとした食感で、マイルドでほんのり甘い味がします。コールラビは面白そうですね。私はいつも新しい野菜を試してみたいと思っている。必ずやってみるよ。他にワクワクするような発見は さて、ジャックフルーツも見つけました。甘くてフルーティーな味わいの大きなトロピカルフルーツです。ベジタリアン料理の肉代用品として使う人もいます。ジャックフルーツは用途の広い材料のように聞こえます。その独特の風味を味わって、さまざまなレシピでどのように使用できるか興味があります。 絶対に新しいフレーバーを発見し料理の視野を広げるのはいつもワクワクします地元の市場を探索することは間違いなく価値がありましたこれ以上は同意できませんでした新しい果物や野菜を試すことで冒険心が増し食事が面白く多様なものになりますその通り豊かな自然を味わい 様々な味や食感を取り入れる素晴らしい方法ですよく言ったこれからもワクワクする発見を探し続け世界の豊かな味を味わいましょうレッスン12歯科検診こんにちはアンナそれ以外は特別なことは何もありません ああ、歯医者の予約は決して楽しいものではありませんねえ、そうだね、歯医者に行くのはちょっと大変だね間違いなく、しかし定期的な歯科検診は高校の健康を維持するために重要ですそれは本当です後で歯の問題に対処するよりも 予防する方が常に良いです絶対に定期的な清掃と検査は問題を早期に特定し悪化を防ぐのに役立ちます良好な高校衛星を維持するには1日に2回歯を磨き定期的にデンタルフロスを塗ることが不可欠ですはい適切なブラッシングとフロッシングを行うと 虫歯や刺繍尾の原因となる歯垢や食物粒子が取り除かれます。また、歯ブラシは3〜から4ヶ月ごと、または毛がほつれた場合はそれよりも早く交換することも重要です。それは良い思い出です。使い古した歯ブラシは歯を磨くのにあまり効果がない。さらに、うがい薬を使用すると、 息をリフレッシュし口臭の原因となる細菌を殺すことができます絶対にマウスウォッシュは高校ケアルーチンに加えると便利です歯の痛みや過敏症が発生した場合は歯科医の診察を予約することが重要ですはい、歯の痛みを無視すると 後でさらに重大な問題が発生する可能性があります歯科訪問中歯科医は徹底的な検査を行い X 線を取り歯をきれいにすることがありますその通りだ X 線は歯を詳しく見ることができ隠れた問題を特定するのに役立ちます歯科医は必要に応じて 詰め物、根幹、抜歯などの治療を進めることもあります。高校の健康を維持するためには、歯科医のアドバイスに従い、推奨される治療のスケジュールを立てることが重要です。歯科治療は少し不快感を引き起こすことがありますが、通常は一時的なものです。それは本当です。多くの場合、 健康的な笑顔がもたらす長期的なメリットは不快感を上回りますまた、歯科治療は国によって異なるため旅行中は現地の診療方法を調べておくことをお勧めします絶対に、様々な場所での歯科診療を知っておくことは海外での高校の健康管理に役立ちます このトピックについて議論していただきありがとうございます。全体的な健康のために歯科治療が重要であることを思い出させてくれます。どういたしまして、高校衛生を優先することは常に有益だ。これからも笑顔を大切にして、歯科医院の負担を少し減らしていきましょう。レッスン13隠された宝石を発見する アンナさん、こんにちは。隠された宝石やそのストーリーを集めて発見する中で、好きなことは何ですかジョンさん、こんにちは。何かユニークなものに出くわし、その背後にある魅力的な物語を学ぶスリルが大好きです。あなたはどう私も同じように感じます。謎を解き明かし、過去とつながるようなものです。 まさにアンティークアイテムを見つけるにしてもあまり知られていない史跡を探索するにしても語られるのを待っている物語が必ずありますこれらの隠れた宝石が歴史の一部であり様々な文化や伝統を垣間見ることができるのは信じられないほどです絶対にそれぞれの発見は過去への窓のようなもので 私たちの世界の豊かさと多様性を理解することができます隠れた名所を見つけて印象に残った思い出はありますかああ間違いない私はかつて静かな路地にひっそりと佇む小さな本屋に出くわしたことがあるその店は希少で絶版の本でいっぱいだった それは素晴らしいですね隠された文学の宝物を発見する喜びは想像できます魔法のような体験でしたオーナーが本とその著者についての話をしてくれたのでさらに特別なものになりましたそれこそが隠れた宝石つまりそこに付随する個人的なつながりやストーリーの美しさです 絶対にオブジェクトそのものだけでなくそれを生き生きとさせる人々やストーリーも重要です芸術品や文化財に関連する隠れたた宝石を発見しましまかはい私はかつて地元のアートギャラリーを訪れ新進アーティストの作品を展示する展覧会に出くわしました。 それは嬉しい驚きだったに違いありません。地元の才能をサポートし、評価することは、隠れた名所を発見する素晴らしい方法です。これらのアーティストの創造性と情熱を見るのは刺激的でした。心に響く作品も購入しました。それは素晴らしいです。これらの隠れた宝石を集めることで、芸術を保護するだけでなく、 芸術家を支援することにもなります絶対にアートコミュニティとつながりその成長に貢献する有意義な方法です自分で隠された宝石を探検して集めたいと思っていますやりがいのある豊かな経験のように思えますそれを聞いて嬉しいよ 発見の旅に出て、自分だけの大切な宝物のコレクションを作りましょう。あなたの経験と洞察を共有してくれてありがとう。本当に魅力的でした。どういたしまして。隠れた宝石を探検することの素晴らしさについて話すのはいつもワクワクします。ハッピーハンティング。 ありがとうございます。途中で私自身の発見を必ず共有します。気をつけてすぐにお会いしましょう。レッスン14前に進むアンナさん、こんにちは。これらの利用規約を確定してプロジェクトを進めましょう。どう思いますかこんにちは、ジョン。絶対に。 文章を見直して、いくつか提案をしました。調べてみましょうか。それはいいですね。それぞれの提案について話し合い、共通点を見つけましょう。まず、不足の事態に備えて、締め切りを1週間延長することを提案します。それは理にかなっているようです。 バッファーがあると、急ぐことなく質の高い結果が得られます。素晴らしい。次に、すべての利害関係者に常に情報を提供するために、進捗状況を定期的に更新する条項を追加することをお勧めします。素晴らしいアイデアです。円滑なワークフローを維持し、問題に迅速に対処するには、透明なコミュニケーションが重要です。 あなたが同意してくれて嬉しいです。次に、スコープ変更の規定と承認プロセスを含めることをおすすめします。それは非常に重要です。スコープ変更の処理方法を明確に定義しておくと、期待に依頼、誤解を避けるのに役立ちます。絶対に、変更がプロジェクトの目標に沿っていることを確認しながら、 柔軟なフレームワークを用意することが重要です。同意した。それでは、予算配分についてお話ししましょう。不足の経費に備えて追加の資金を配分することを提案します。それは賢明な決断です。予想外のコストを考慮に入れることで、発生するあらゆる課題に確実に対処できます。 まさに、油断するよりは覚悟しておいた方がいい。最後に、両当事者の保護のために解約条項を組み込むことを提案します。それは妥当な点です。解約条項を含めることで、どちらかの当事者が契約を終了する必要がある場合に、明確な出口戦略が立てられます。 あなたがその重要性を理解してくれて嬉しいですこれらの提案を取り入れれば包括的な契約条件が出来上がると思います同意したこれらの側面に取り組むことで自信を持って前に進み将来起こりうる問題を回避することができますご意見とご協力ありがとうございます 細部へのこだわりと成功への献身に感謝しますどういたしまして一緒に仕事ができて光栄ですこの最終条件で進めてこのプロジェクトを成功させましょう絶対に私たちの計画が実現するのを見てワクワクしています実現させよう 前に進みます。実りあるやりがいのあるコラボレーションを実現しましょう幸運を祈りますありがとうございます私も同じ気持ちです全力を尽くそう次回までレッアンナさん こんにちは、書類の準備を手伝ってください。手伝ってもらえませんかジョンさん、こんにちは、もちろん。喜んでお手伝いします。どんな書類で助けが必要ですか明日会議があって、出席者に重要な報告をしなくちゃ、準備を手伝ってもらえますか 絶対に。それは私が手伝うよ。必要な書類を用意させてください。ちょっと待ってください。ありがとうございます。迅速なご対応に感謝します。ゆっくり。OK。必要な情報を集めて、レポートの作成に取り掛かりました。 すぐに準備が整うはずですそれは素晴らしいニュースです君の能力には自信がある君が綿密でよく整理された文章を届けてくれるのは分かっているご信頼いただきありがとうございます私は引き受けるすべての仕事において卓越性を目指して努力しています それについては疑いの余地はありません。細部へのこだわりと献身は称賛に値する。私の努力に感謝してくれて嬉しいです。できる限り最高のサポートを提供することは私にとって重要です。そして、あなたはいつもそうしています。あなたのプロ意識と信頼性は、あなたをかけがえのないチームメンバーにします。 優しい言葉をありがとう。皆さんと一緒に働き、私たちの共通の目標に貢献できることを嬉しく思います。同様に、コラボレーションは成功の鍵です。皆さんが参加してくれて感謝しています。私も同じように感じます。力を合わせれば、素晴らしいことを成し遂げることができます。 書類を作成している間、必要なデータや図表がすべて揃っていることを確認します。それは役に立つでしょう。必要な情報を手元に用意しておくと、文書作成プロセスが迅速になります。完了したと考えてください。すべてが整理されていて、簡単にアクセスできるようにしておきます。 素晴らしい効果的なチームワークと調整があればあっという間に書類が完成します私は自分たちの能力に全幅の信頼を寄せている僕たちは素晴らしいチームだし並外れた結果を出せると分かっているご信頼いただきありがとうございます力を合わせれば 私たちが心に決めたことは何でも成し遂げることができます絶対にこれからもシームレスに協力し合い目標を達成していきましょう最終的な書類が出来上がるのを楽しみにしています同様に彼らの準備には全力を尽くすつもりだこの仕事を任せてくれてありがとう 光栄です。あなたの献身と専門知識に感謝します。それまでは気をつけて連絡を取り合いましょう。レッスン16自分たちの利益を擁護するアンナさん、こんにちは。現在の状況が心配です。私たちの利益を代表するはずの人々に、私たちは信頼を置く必要があります。 当局が適切な行動を取ることを願っていますこんにちは、ジョン、あなたの懸念を理解しています権力者が代表する人々の最善の利益のために行動することが極めて重要だポジティブな結果を期待しよう絶対に地域社会の福祉とニーズを優先する当局が必要です反映する社会には欠かせません これ以上は同意できませんでした私たちは私たちの生活にプラスの影響を与える情報に基づいた意思決定を行うには代表者に頼っています残念ながら私たちの声が聞こえないように感じることがあります私たちの懸念が正しい耳に届くようにする方法を見つけなければなりませんあなたの言うとおりだ選挙で選ばれた役人と関わり懸念を表明し 必要要な変化を提唱すすることが重要ですまさに、私たちには民主的プロセスに積極的に参加することで変化をもたらす力がありますそのための一つの方法は、現在の問題について常に情報を入手し、その情報を他の人と共有することです。知識は力なり 完全に同意します。十分な情報を得ていれば、有意義な議論を行い、他の人にも同じことをするよう促すことができます。さらに、私たちの価値観に合致し、前向きな変化に向けて取り組むコミュニティ組織や草の根運動に参加することもできます。それは素晴らしい提案です。 志を同じくする個人とコラボレーションすることで私たちの集団の声が広がり影響力が高まります変化には時間がかかることを覚えておくことも重要です私たちの利益を主張するには粘り強さと忍耐が鍵となります絶対にたとえ進歩が遅いように見えても私たちは決意と回復力を保たなければなりません 私たちの努力は変化をもたらすでしょう。そして、投票の力を忘れないようにしましょう。選挙に参加することで、私たちのビジョンに賛同する代表者を選ぶことができます。よく言った。私たちは選挙権を行使することで、私たちの利益を真に代表する指導者の選出に貢献します。 結論として、常に情報を入手し、有意義な議論を行い、コミュニティのイニシアチブに参加し、投票権を行使しましょう。力を合わせれば、より良い未来を形作ることができます。これ以上は同意できませんでした。私たちの民主主義に積極的に参加し、国民を真に代表し、人々に奉仕する社会に向けて努力しましょう。 レッスン17子供服の倹約ショッピングこんにちはアンナもっとお金を稼げますか手元に現金がないので子供服を古着屋で買いたいです。ねえジョン分かった余分の現金を引き出せるよ中古品店で買い物をするのはお金を節約しつつ。 子供たちのために質の良い服を買うのにうってつけの方法だ。パーフェクトだね。ご協力に感謝します。古着屋では、お手頃価格で優しい古着を幅広く取り揃えていることが多いです。絶対に、リサイクルショップでこんなにたくさんの素晴らしい発見があるのは驚きです。 私たちの子供たちはお金をかけずにおしゃれな服を着ることができます。あなたが同意してくれて嬉しいです。契約ショッピングはお金の節約になるだけでなく、子供たちに予算を立て、賢い選択をすることの価値を教えてくれます。全くその通りだ。品質は必ずしも高額である必要はないことを理解することが重要です。 まさに、さらに中古品の買い物は、廃棄物を減らし、衣類の寿命を伸ばすことで持続可能性を促進します。これは双方にメリットのある状況です。私たちはお金を節約し、環境を守りながら、子供たちにファッショナブルな服を提供しています。これ以上は同意できませんでした。必要な商品のリストを作って、 近くの中古品店を調べてみようそれは計画のように聞こえま,すまたその過程に子どもたちを巻き込んで楽しくて教育的な体験にすることもできます絶対に予算編成や選択について学び自分のスタイルを反映したユニークな作品を見つけることさえできます 基地に富み物事の価値を理解することの大切さを理解する絶好の機会となるでしょう子供たちと一緒にこの奸役的なショッピングアドベンチャーに出かけることにワクワクしています人生の貴重な教訓であり家族としての絆を深めるチャンスでもあります私も同じように感じます予算を意識して 一番お得なプランを見つけながら思い出に残る体験にしましょう同意した私たちは一緒に子供たちに重要なライフスキルを教えながらスタイリッシュで手頃な価格の服を子供たちに届けます絶対に契約ショッピングは実用的で楽しいものです私たちの旅とそれがもたらすポジティブな影響を楽しみにしています このアイデアをサポートしていただきありがとうございます。皆さんの熱意とパートナーシップは、あらゆる努力をより有意義で楽しいものにします。レッスン18マウンテンリトリートアンナさん、こんにちは。休暇を取って、山の景色を望む居心地の良いキャビンに滞在することを考えていました。とてもリラックスできそうですね。 こんにちは、ジョン。すごいですね。自然に囲まれて、絵のように美しい景色を眺めるというアイデアは本当に魅力的です。いくつかのオプションをオンラインで検索します。美しい山小屋と息を呑むような景色を楽しめる山間の隠れ家がたくさんあります。それは素晴らしいことです。 快適さと静けさを兼ね備えた場所を見つけることが重要です。有望なオプションがいくつか見つかりました。そのうちの一つは山の中心部に位置し、キャビンのすぐ外にハイキングコースがあります。ああ、それは完璧ですね。自然の美しさを探検したり、ハイキングに出かけたりするのは、 自然とつながる素晴らしい方法でしょう絶対に山の静けさに浸り新鮮な空気と素晴らしい景色を楽しむことができますハイキング以外にも釣り、乗馬、スパトリートメントなどのアクティビティを提供する山の隠れ家もあると聞きました それは素晴らしい自分の好みや気分に合わせてさまざまなアクティビティを選べたらいいですね。同感ですアクティブになりたいのか単にリラックスしてくつろぎたいのかに関わらずさまざまな興味に応えるオプションがあるのはいいことです。そして毎朝目を覚ますと 窓のすぐ外に雄大な山々が見えると想像してみてください本当に異形の念を起こさせるでしょう夢が叶ったようですね自然の美しさに囲まれていると心と魂が信じられないほど若返ります絶対に日常の喧騒から逃れ山の静けさの中で安らぎを見つけるチャンスです また、居心地の良い暖炉や設備の整ったキッチンなど、快適な滞在に必要なすべての設備がキャビンにあることを確認する必要があります。間違いなく、居心地の良い暖炉は、特に肌寒い山の夜には、暖かく居心地の良い雰囲気を作り出します。キッチンがあるといいですね。自分で食事を用意して、 息を飲むような景色を眺めながら食事を楽しむことができます。これ以上は同意できませんでした。自然の雄大さに囲まれながら、美味しい食事を味わえる絶好の機会です。この山の隠れ家には本当にワクワクしています。充電して自分自身と再会するのに理想的な休暇のようです。 私もこの休暇を現実のものにして山に囲まれて心に残る思い出を作りましょう絶対に山々が見える居心地の良いキャビンでどんな平和と静けさを体験できるかもう想像できます素晴らしい冒険になるだろう山への脱出を計画して自然の美しさを満喫しましょう。 レッスン19パーティー用のファーストフードの注文ねえアンナパーティー用にファーストフードを注文しようどう思うこんにちはそれは素晴らしいアイディアだファーストフードは便利でみんな普通に楽しんでいます同感です。これにより、 自分たちで料理を作る時間と労力を節約できます間違いなく、さらに社交やパーティーを楽しむ時間が増えますでは、どんなファーストフードを注文すればいいのでしょうかハンバーガー、ピザ、それとも何か他のものうん、バラエティーはいかがですか ハンバーガーピザそして手羽先も食べよういいですねみんなの好みに合うオプションがあるか確認しよう絶対に私たちはさまざまな好みや食事制限に依らえたいと思っています特定のレストランから注文すべきか それともいくつかの異なるレストランを試すべきか混ぜましょうバラエティーを加えるためにいくつかの異なる場所から注文できますいいアイディアだ私たちのパーティーではちょっとしたフードフェスティバルのようなものになるだろうまさに料理選びがもっとエキサイティングで楽しいものになるでしょう パーティーには何人参加する予定ですか注文する食べ物の量を知る必要があります。20人前後のゲストが確認されたので、全員分の注文が必要です。正しい。誰にも空腹になったり、食料がなくなったりして欲しくない。また、 お客様のためにベジタリアンやビーガンのオプションも検討してみましょう。絶対に、さまざまな食事の好みに対応することが重要です。ベジタリアンとビーガンの選択肢があるファーストフード店を探し始めます。素晴らしいその間、 特定の食物アレルギーや食物制限があるゲストがいないか確認します。いい考えだみんなが安全に食事を楽しめるようにしたいのです。ベジタリアンとビーガンのオプションがあるレストランをいくつか見つけました。また、さまざまなアレルギーにも対応しています。パーフェクトだね。 レストランと注文したい料理のリストを作ってみましょう。また、配達時間と私たちの場所に配達できるかどうかも考慮する必要があります。間違いなく、食品を新鮮で熱く届けるには、タイムリーな配達が不可欠です。レストランに電話して、 配達オプションと推定時間を問い合わせますその間、注文が必要な料理と量のリストを完成させます素晴らしいチームワーク私たちは進歩を遂げておりお客様に素晴らしい食事体験を提供できるよう努めています絶対に細部へのこだわりが パーティーを誰にとっても思い出に残る楽しいものにします。同じ考えでいてくれて嬉しいです。このパーティーを成功させるために、これからも力を合わせていきましょう。